の商店街振興組合も少ない人数の中一生懸命やってきてよかったなというふうに心から思っています。どうか今日一日楽しく安全に平成最後の錦糸町河内音頭をお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。それではこの錦糸町河内音頭実行委員会委員長を務めております人形焼き山田屋さん山田実実行委員長よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。第37回のですね、錦糸町河内音頭にこんなに大勢の皆さんも来ていただいてありがとうございます。またですね、またね、これからもですね、続けていきたいと思いますが、そのためにはですね、皆さん方のですね、応援が必要でございますので、一つよろしくお願いいたします。また、私はここに出てきますと、とりあえず商店街の宣伝をしなきゃいけません。お買い物はぜひ、墨田区内の商店街をご利用ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。本日は平成最後の錦糸町河内音頭応援に大勢の皆様がご来賓として駆けつけていらっしゃいます。まず、墨田区観光協会森山育子理事長からご挨拶でございます。皆さんこんばんは。踊ってますか？第37回、そして平成河内音頭大変盛り上がっていてすごく嬉しいです。今回は錦糸さんはじめいろんなところでこの河内音頭を取り上げていただいたおかげか例年になく本当に多くのお客様がお見えになっていただいてます。私も先ほど踊りましたが、1曲踊っては休んで1曲踊っては休んでですが皆さんのパワーには負けます。私も今日は最後まで踊り狂いますので一緒に踊りましょう。森山理事長ありがとうございました。それでは衆議院議員松島みどり衆議院議員のご挨拶でございます。地元の墨田区から出ております衆議院の松島みどりでございます。国会で盆踊りで2020-2020東京オリンピックパラリンピックを世界に向かって盛り上げよう、そういう議員連盟80人ぐらいで作って会長をやっております。この河内音頭も素晴らしいけどこの後先生方は教えていただいて2020の新東京五輪音頭の練習会もあると伺っています。皆様と共に今日楽しく過ごそうと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。それでは、代表の皆様改めてご紹介させていただきます。森山育子墨田区観光連盟の理事長でございます。川松真一郎都議会議員でございます。成清理沙子都議会議員でございます。木内清区議会議員でございます。樋口俊郎区議会議員でございます。下村みどり区議会議員でございます。最後に私も仕事は区議会議員をやっておりました高井由香子でございます。ありがとうございます。それでは、このまま2020オリンピックパラリンピック機運醸成タイムに移ってまいります。ではどうぞよろしくお願いいたします。先生方後ろでそのまま。東京2020大会に向けて機運を調整するため1964年南春夫さんの歌で大ヒットしました東京五輪音頭が2020バージョンとして昨年生まれ変わりました。
の高橋静子会長でございます。そしてこちらが、日本民謡アゲハ会アゲハ美酒家元師範でございます。今日は素敵な浴衣でもって素晴らしいです。先日墨田区オリンピックパラリンピック地域競技会での発足式で、踊りを披露していただきました、第17代前住田親善大使の清水香織さん、田中さとみさん、そして、オリンピックを盆踊りで盛り上げよう議連の松島みどり、衆議院にも参加しております。